そう、折れちゃった。そんなゼットソードが、さ最強の剣が、ああ海王神様が勝てんで試してみろっちゅうから。だって手にしたものは世界一の力を持つことができると。へへ、違いますよーだ。あれ、なんだあのじいちゃん。わしゃよ、おめえのよ、15代前のよ、海王神なんだな、これが。15代前の海王神様。むかーし、わしの恐ろしい能力にビビった強くて悪いやつに、あの剣に封じ込められてたんだな、これが。本当にそんなすげえ能力持ってそうなじいちゃんには見えねえよな。え、まあ。へーんだ。だったらもう能力のことは教えてやらないようだ。え？冗談だってば。せーん、もう知らんもんね。そのうち本物の女のおっぱいや尻触らしてやっからさ、教えてくれよ。本当か、本当だな。あ、バッチリさ。やっぱ亀仙人のじっちゃんと同じタイプだ。そんでさ、その能力なら魔人ブーに勝てるんか。まあ絶対とは言えんがよ、いけると思うな。おーしごはん、おらもう下界には行けねえからさ、おめえブルマンに事情言って頼んでくれ。え、僕がブルマさんにそんなこと頼むんですか。尻やおっぱい触らせるだけで宇宙救えるんだぜ。宇宙は救えても僕がブルマさんに殺されそうだ。そんでその能力ってな、どんな能力なんだ。わしゃよ、隠された力をよ、限界以上に引き出すことができるんだな。聞いたことあるか、こんな能力。なんだよ、割とよく聞く能力じゃねえか。何を言うか、限界以上なんだぞ、以上。おい、あの剣を抜いたのはそこのお前だったよな。ちょっと来い。よし、そこに立って、あまり動いちゃいかんぞ。はい。では行くぞ、魔人ブーを倒してこい。はん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 パワーアップに20時間だ。え？おら、ちょっと昼寝してくるわ。頑張れよ、ごはん。そんな。修行を開始してから1日余りの時間が過ぎようとしていた。よし、いいぞ。もうほとんど完璧だ。ではそろそろできるか試してみてもよかろう。よし、2人の気をピタリ同じにしろ。はい。
いぞ。世界崩壊のカウントダウン、魔人ブーの凶悪変化。なんちゅう木の嵐じゃ。いや、やりよったわい、成功じゃ。よっ、よし、ひとまずはうまくいったぞ。30分後にはいよいよスーパーサイヤ人で成功させるんだ。俺を甘く見てないか。魔人ブーを倒すぐらいこのままで十分だぜ。貴様は魔人ブーの恐ろしさを何も分かっていない。まだその程度では絶対に勝てるわけがなかろう。高ビーなやつだけど大丈夫か。たった1日余りの魔人ブーの攻撃で、この地球の人々や町はなんとすでに8割ほどもが消滅させられてしまっていた。ブーは人々を粘土に変えて自らの家を作り、そこを拠点に次々と気ままに町を壊滅させていく。この間、地球側もただ黙って見ていたわけではなく、一応軍隊も何度か出動したのであるが、やはり全く歯が立たず、ことごとく壊滅に瀕し、今はもうすでに無駄と知り、向かっていく者すらいなくなってしまった。だが残された人々は完全に絶望しているわけではなかった。救世主がまだ生き残っていることを知っていたからである。あのセルオも圧倒した世界一、いや宇宙一の戦士。そう、不敗神話を誇る最強の戦士ミスター・サタンがついに動き始めたのである。あれが魔人ブーの家か。いるのかな魔人ブー。いないのかな。いないぜ。おじけづいたか魔人ブー。しょうがないな、いないんじゃな、戦えないもんな、帰るしかないか。カカ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 。ヤッホー。こんにちは。はじめまして。お前どんなお菓子になって食われたいか。いやちょっとお待ちください。私は家来になりに来たんですよ。お前俺の家来になりたいのか。それはもちろん。魔人ブー様に素敵なプレゼントがあるんですよ。ほら、高級チョコレートですよ。どうぞ。チョコか。高級ってなんだ。とっても値段がお高くて美味しいってことですよ。ドキドキ。食べたぞバカめ。そのチョコには猛毒がたっぷり入っているんだ。うまいな。え、人間のチョコよりうまいぞ。
そうすか。お前面白いやつだな。家来にしてやる。え、どうもありがとうございます。いい気になるなよこのデブ。今に覚えてろ。ギッタギタにぶっ飛ばしてやるぜ。こうして魔人ブーのご機嫌を取りつつ、命を狙っては失敗を繰り返す魔人ブーとミスターサタンとの奇妙な生活が始まった。それから数日後。お帰りなさいませ。まだ食事を作っている途中でして。どうしたんですか、その犬。こいつビビらない、逃げないのだ。なんでか聞いても言葉がわからない。お前わかるか。ああ、言葉はわかりませんけど、そいつ足を怪我してるみたいじゃないですか。それで逃げないんですよ。ん？なんだそうか。怪我を治してやるからビビって逃げろ。あ、それ逃げろ。なんだこいつ。逃げない、怪我治ったのに。あははそいつ喜んでるんですよ、助けてもらったから。ブーさん気に入られちゃったんですよ。こいつ好きなのか俺のこと。そうですよ、好き好き。お前と一緒だ、お前も俺が好き。そうです。ちょっと嬉しい。嬉しそうだな、こいつ。あの魔人ブー様、一つお聞きしてもいいですか。なんで人間を殺したり家を壊したりするんですか。そうやって遊ぶって言ってた、ビビディもバビディも。誰でしたっけそれ。俺を作った嫌な奴たち。そんな嫌な奴の言ったことを聞いちゃいけませんよ。ダメですよ、やっぱし殺したり壊したりしちゃ。お前はやっちゃいけないと思うか。まあじゃあやめた。もう誰も殺さないの。どこも壊さない。やったぞ。やっぱり俺は英雄だ。ここは坊ちゃん、この辺りですよ。魔人ブーの家が。なんだびくついているのか。どうってことないって言ってるだろう。第一、強盗に殺人に散々暴れ回ってきた後だろうが。それはそうですが、相手は魔人ですし。いいか、世界中の人間がブーに殺されてるんだ。俺たちがやった殺しもブーがやったと思うさ。とっとと行くぞ。なんでヒーローのミスターサタンが魔人ブーと一緒にいるんですかね。そんなの知ったことか。まとめてぶっ殺してやるさ。俺たちが新しいヒーローだぜ。サタン。クソ、ブーは外したか。
助かった。 Thank you。 ギギギギギ。 え？ どうかしたんですか？ 逃げろ。 犬と遠くに死ぬぞ。 え？ 死ぬ？ どういうことですか？ 早くしろ！ はい！何なんだ。魔人ブーの強い怒りによって内に持っていた邪悪な部分が大きく膨れ上がり、もう一人の魔人ブーとなって飛び出した。つまり純粋悪の魔人ブーと無邪気な魔人ブーに分かれてしまったのである。元祖魔人ブーに勝ち目はなかった。分離した時、力の大半を悪の方に持っていかれたからである。ああ、チョコにしてやる。また変なのになった。どうなってるんだ。まだ覚えて。フュージョンの修行が大詰めとなった中、ピッコロとデンデは魔人ブーたちのこれまでのやり取りを見守っていた。なんてことだ。おい、どうしたんだピッコロ。気づかんか、魔人ブーの気の変化に。え？奴は変化してしまったぞ。バカな地球人のせいで純粋な悪となり、体もより戦闘向きなものとなって。しまった。今度の魔人ブーは俺たちの木を見つけられるぞ。出せ！出せ？一体何を出せというのだ？俺と戦うやつ出せ。戦うと約束したぞ。
ここにいるはずだ。大きなパワーここにあることわかった。確かにここにいる。だが今は眠っているんだ。お前との戦いに備えてな。起こせ。俺待つの嫌い。くそ、日が燃えん。ドラゴンボールで必ず生き返らせる。残った人間たちよ、すまんが時間稼ぎをさせてくれ。そうだ、お前は地球人を皆殺しにするって言ってたじゃないか。まだ地球上には随分生き残っているぞ。戦うのはその後でもいいじゃないか。した。さあ戦うぞ。戦うやつ出せ。分かった。だが今はその選手は寝ている。戦いの準備をする時間だけくれ。嫌だ。ミスターサタンの子供も待ってほしいと言っているぞ。似ている。よし、待ってやる。でもちょっとだけだ。トランクスとゴテンを叩き起こして、精神と時の部屋へ連れて行け。わずかな時間でも、あそこなら数日分は修行できる。ああ。ゴテンたちが修行するためわずかな時間を何とか稼いでいたが、ついに魔人ブーはしびれを切らす。やむなくピッコロはゴテンたちが密かに修行をしている精神と時の部屋にブーを連れて行くのであった。ここだ。だらだら歩きやがって。なんとか時間を稼いだが、外の1分が中では6時間になる。1週間は信用できたはずだ。頼むぞ。じゃ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 ーん。待っていたぜ、魔人ブー。ん？あれか。そうだ。頼む。奇跡を起こってくれ。行くぞ。後でもスーパーサイヤ人になれるのか。そっか、やめてやるぜ。どの技から決めちゃおうかな。もう俺攻撃していいか。もう終わりにしてやるぜ。お遊びはな。ガラクタボーナス。
大丈夫なのか？それとも他にも大技が？クックックあるんだよな、とっておきが。でもちょっとピッコロさんをビビらせちゃおうかな。その方が盛り上がるし。だ、ダメだ。もう大技を出せるようなパワーが残ってないよ。おしまいだ。この世の終わりだよ。へ、貴様もこれまでだ、魔人ブー。貴様や我々のいた世界とこの世界とのたった一つの出入り口を破壊した。もう一生ここから抜け出ることは不可能だぞ。へえ。さあ俺たちを殺し、永遠にここで孤独に暮らすがいい。この何もない世界でな。俺の好きなお菓子はここにはない。もうなんで黙ってそういうことすんの。とっておきのすっごい技があったのに。お前もう限界だっていうようなことを言ってたじゃないか。あれは軽いジョークさ。かわいい嘘ってやつだよ。アホか。こんな時に何がかわいい嘘だ。あの家元に戻してよ、バカバカバカ。二度と戻せるか、バカ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 。そんなの嫌だ。あれ、ピッコロさん、あれは。そんな信じられん。とてつもない木の力で次元に穴を開けやがった。しまった。消えた。何の音だったんだろう今のは。ラッキー。魔人ブー。ちょっと腹減ってきたからちょうどいい。何にしようかな。チョコに決めた。ダメだ。針の先ほどの穴も開かない。しょうがねえな。あれ使うか。なんだというのだ。ヒヒヒ、なんだと思う。じゃじゃーん。
お前、それどうなっているんだ。どうなってるったって知らないよ。でもめちゃくちゃ強いんだぜ。なんて喋ってる場合じゃないんだよな。ここにいた連中をどうした？へへ、ここだ。お？食べちまったのか？チョコにしてな。完全に怒った。体力的にどうかは知らんが、精神的に少し弱ってきている。